WBC 米国代表、辞退者が出てしまった。せや。手術必要になって辞退したストーリー OPS737 に代わってマクニール OPS836、首位打者、シルバースラッガー賞が代替出場。格上やん。逆に強化されてくさ。保証サービスでよくある嵐でアップグレードやんけ。当たり前やけどアメリカってやっぱ選手層厚いな。ショート守れる選手は減った、マクニールはセカンドが本職。セカンドおらん上に左バッター少なかったからピンズドやね。源田が辞退して山田が招集されるようなもん。出たいやつ溢れてるんか。トミー・ジョンするほど肘悪いのに WBC 出ようとしてたストーリーは何なんだよ。でも同じく手術辞退するハーパーの代わりは？ジャッジが出れば問題ない。ジャッジが出ない理由マジで何なんや？ヤンキース残留決まっても出ないとかさすがにサボりやん。アメリカって実績ある選手からの志願制やったからな、野手は俺も出たいってなった時には枠残ってない。こんな裏技があったのか、甲斐が怪我すら実現するという事実。